マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤すみかです。私がマイナス10キロしかもリバウンドなしの食べ続けている食材があるんです。そこで今回の動画では食べても太らない痩せる魔法の食材がわかるんです。私と同じように美味しく食べながら健康的で痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。マイナス10キロ食べても太らない神食材3選お伝えします。今回の話の流れはこちらです。1つ目、なぜ食べても太らないのでしょうか、そう痩せるポイントと、2つ目、しっかり食べて痩せる神食材3選詳しくお話します。では1つ目の項目です。なぜこの食材たちは食べても太らないんでしょうか、その痩せるポイント3つあります。1つ目、あなたの腸内環境が整うからなんです。私もそうです。もう過去今よりもプラス10キロ太っていて、もう肌もボロボロだった私が、なぜ今こうしてリバウンドなしで元気でこんな風に働くことができているのか、そのもう理由はね、ここ腸内環境を整えたからなんですね。もうこれを無視して元気になろうとか痩せようって無理です。それぐらいとっても大事な臓器なんですよね。じゃあどんな状態になればそうなれるんでしょうか。もう簡単、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類を増やしてあげること、そして元気にしてあげること、そしていつまでもあなたのお腹の中で住み着いてもらえること、もうこの環境さえ作ればあなたはしっかり食べても痩せることができるんですね。なぜかというと根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができているからなんです。では痩せるポイント2つ目は栄養バランスです。これすごく大事なんですね。痩せるためには栄養バランス取れてないと痩せません。逆に何かばっかり食べるとかね、栄養が偏っている方っていうのはいくら気をつけててもダメです。なぜかというと栄養不足なわけですよね。そうすると痩せるために必要な痩せホルモンの材料がもともとないわけですから、そりゃもう無理、いつまでたっても痩せることができません。ですからこれから最後お伝えする食材を美味しくバランスよく召し上がっていただくことで、あなたは結果痩せホルモンを作ることができて、美味しく食べながらにして痩せることができるんですね。では3つ目のポイントです。低糖質だからです。これもめちゃくちゃ大事、痩せたければ糖質オフです。その目標になるまではね、もちろん永遠に糖質オフとか言いません、それはそれで偏ってるけれども、太ってしまってその体脂肪を落としたのであれば、外から糖質を取り入れてる限り、その溜めた脂肪をね、エネルギーとして体がよっしゃ使うぞってもう永遠にならないわけですよ。なのでやっぱり糖質量を目標体重健康を取り戻すためには、やっぱり糖質ってすごく大事なんですよね。私たち今現代人はもう明らかに糖質取りすぎです。特に外食とかしちゃうと、もうほとんど糖質の塊、炭水化物ですよね。お米とかパンとかパスタとか丼とかそういうことです。もうそのものばっかり食べてるという方はね、しかも朝昼晩、もうそれは痩せようって言ったって無理です。じゃあ近道はどうすればよいのかというと、目標体重になるまではせめて糖質は低糖質のものを選んで、溜め込んだ脂肪を早くエネルギーとして体がね使ってあげたいなって思ってもらえるかどうかにかかってるんですよね。なので私は後ほどお伝えする食材あるんですけども、低糖質なんですよ。もうもりもり食べますよ朝から。でも全然太りません。なぜかというと、この3つの条件を満たしているからなんです。ではここから2つ目の項目です。しっかり食べて痩せる神食材3選ということで3つお伝えします。私がマイナス10キロになって、しかもリバウンドなし、めちゃくちゃ若い時でも今の方がもうよっぽど元気の元はこちらです。1つ目、発酵食品を毎日食べています。もうね、難しく考えなくて OK、 発酵してるものですね。例えば味噌汁、納豆、ぬか漬け、キムチ、ヨーグルトなどですよね。もう発酵していれば OK です。
例えばね、発酵調味料もそうですね、塩麹とか醤油麹、そういったものをちょちょっと味付けに使うだけでも、もう全然変わってきます。なぜかというと、野生菌と呼ばれる善玉菌たちが大好きなのがこの発酵食品なわけです。ここを毎食しっかり食べることで、あなたは痩せ体質と生まれ変わることができやすくなりますよってことですね。では2つ目の項目です。食物繊維ですね。食物繊維といえば代表的なのがこの海藻類になります。もう便秘改善、低カロリー、しかもあなたの暴走する食欲を抑えてくれる効果があります。なぜかというと、たっぷり食物繊維を食べてあげると、本当にね、あっという間に満腹感を得ることができて、自然となんか食べたいっていうのがね、抑えることができるんですね。そして血糖値の急上昇も抑えてくれます。もう太るもと糖質を食べるとね、血糖値が急上昇ということで、その間に脂肪がどんどん蓄積されていくわけですから、逆にそこを抑えてくれることができれば、脂肪を溜め込みにくくすることができます。そしてむくみ改善効果もある。これも嬉しいですよね。体重が減った、でもむくんでるって、どうですか？もう全然嬉しくないですよね。見た目もすっきりデトックスするためにも、この海藻類上手に召し上がってください。またね、食物繊維といってもいろいろありますから大丈夫です。海藻ばっかりということではなくって、簡単に言うとネバネバ食品、海藻もそう、里芋とかオクラとかね、そういったものも OK ですし、もちろんお野菜にも含まれています。玄米とかオートミールにも含まれてますよね。そういったものを上手にバランスよく召し上がってみてくださいね。では3つ目の食材はこちら、大豆製品になります。大豆製品ですごいですよ。もう腸内環境も整いますし、私たち女性にとって嬉しいイソフラボンが入っていますね。でこれは女性ホルモン、エストロゲンに似た働きをしてくれるので、脂肪も燃えやすくしてくれる、コレステロール値も下げてくれる、代謝も上げてくれるっていう、こんなねいいことがいっぱいあるのがこのイソフラボンになります。まあ、イコール大豆製品ですよね。食物繊維がここでも取れちゃいますよね。しかも高タンパク低脂質ということで、大豆オリゴ糖も入っています。このオリゴ糖が腸内環境をさらに整えてくれる材料になってくれます。またコレステロール値も下げてくれますから、もうねいいことづくしですよね。そして大豆製品の中でも一押しなのが納豆ときな粉になります。なぜかというと、納豆は先ほど食材1番目でお伝えした発酵食品ですし、きな粉は大豆製品の中で2番目にお伝えした食材、食物繊維が一番豊富なんですね。一石二鳥の大豆製品ですから、ぜひ召し上がってみてください。納豆がいいのは発酵食品と腸内環境が整うことと、しかも熱や胃酸に強いから、生きたまま腸の隅々まで届いてくれるんですね。もう善玉菌たち大喜びですよ。そしてきな粉はやっぱりね、高タンパクの高食物繊維ということで、こちらもおすすめは無調整豆乳に、コップ1杯に対してきな粉を大さじ1程度、そしてお好みでちょっと蜂蜜入れた天然の手作りのプロテイン飲料もできちゃいますから、ぜひ市販の添加物たっぷりのプロテイン飲料を飲むぐらいだったら、手作りの無調整豆乳で作ったもう全ての大豆っていうね、こういった手作りの私たち女性にとっても吸収しやすいタンパク質を取ってみてください。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画まとめポイントは、私がマイナス10キロリバウンドなしのその源となる神食材3選ということでお伝えしました。ポイントはバランスよくでしたね。ぜひ簡単できますから、今すぐ私とご一緒に取り組んでみてください。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもいただけますと、もとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。